こんにちは、伊藤歩です。治療家として25年の経験から心と体の話をしています。そろそろ梅雨の時期ですよね。今回のテーマは梅雨とうつです。季節と精神状態って関係があるのかなと思う方もいらっしゃるかと思いますが、実は関係あるんです。これは東洋医学で用いられている五行という考え方で述べられているんですね。ちょっとこちらをご覧ください。五行というのは自然界にあるものを5つの要素に分けたものですが、この五行式体表は人間の心や体にまつわるものを分類したものです。これを見ればなんとなく心当たりがあるものもあれば、なんでそんなのかなっていうふうにちょっとね、結びつきがわからないっていうものもあります。例えば、感情で言うと肺と関係の深い季節は秋なのですが、秋の感情は悲しみです。ちょっと秋の情景を思い出してみると、例えば木々の葉も落ちてきて、で色も失ってしまって、活動的だった夏からね、気温もだんだん下がってきて、こうたまにねピューと木枯らしが吹いたりすると、なんとなく物悲しい感情が湧いてくるんじゃないでしょうか。こんな感じで感情や季節、そして体の臓腑、内臓ですね、臓腑はそれぞれ関係の深いものが5つに分けられています。そこでようやく今日の本題ですが、これからの季節、つまり梅雨ですね。梅雨の時期は五行ではどれに当てはまるのかというと、長夏、これですね、長夏、長い夏と書いて長夏と呼ぶんですけれども、長夏に当たります。長夏というのは気温と湿度がともに高い季節です。日本でいうところの梅雨がまさにその時期に当たります。で、この表を見てみると五悪というのがあって、この時期の湿度があまりにも高いと体、特にこう火、つまりこう胃腸ですね、胃腸にダメージを与えるというふうになっています。さらに五志というものは感情なのですが、ここには思う、つまり考え込んでしまうということがあります。いつもならそんなに悩まないことでも、なぜか深く考え込んでしまって悩んじゃって、でそこから抜け出せなくなる、そして気持ちがうつうつとしてしまうというのが、この思うということにあたります。つまりこれからの時期、うまく湿度のコントロールをしておかないと、気がついたらうつうつとした気持ちになりやすいですよということを教えてくれています。湿度のコントロールというのは、具体的には体を取り巻く環境と体内の環境の両面に意識を向けることが大切です。体の外側の環境で注意したいのは布団、室内はエアコンを使えば、湿度は下がりますけれども、意外と布団にこもった湿気っていうのはそのまま残りやすいんですよね。布団に湿気があるとニキビや吹き出物、湿疹など、いわゆる湿熱と呼ばれる肌の不調が出やすいので要注意です。さらにもともと体質として、体に湿気ですね、湿が溜まりやすい、水分代謝の苦手な人は布団に湿気があると朝起きても体が重いということがよくあります。ですので、できれば布団乾燥機などを使っていつもドライにしておきましょう。もちろんこれはこの時期に多いうつうつとした状態の対策にもなりますので、おすすめです。あと気をつけたいのが汗をかいた後、冬と違うのでついそのまましばらく湿ったシャツなどで過ごしてしまいがちですが、湿度が高いとなかなか乾かずに、いつまでもジメジメしたままになってしまいます。真夏ならね、こうカーッと暑いとすぐに乾いてくれるんですけどもね、
梅雨だとなかなかそうもいきません。汗をかいた衣服も意外と体調を崩す原因だったりしますので、ちょっとじとっとしてるなと感じたら思い切って着替えてしまいましょう。梅雨の時期、体調が優れない、気持ちも落ち込みがちという人は、まずは体の外側の環境、布団や衣類の乾燥を心がけてみてください。あと、体の内側、特に胃腸の水分代謝のセルフケアについては次回お伝えします。胃腸がむくんでしまうことで吐き気がしたり下痢をしたり、あとはそうですね、手足がむくんだりすることもあります。しっかりとケアしてあげましょう。ということで、今回はここまでになります。最後まで聞いていただきありがとうございました。